ありがとうございますジャイアンジャイアンアキちゃんと喋ってたジャイアンちょっと来たよっしゃジャイアン私なジャイアンの若カぎ釣り本当に私がやりたい若すぎ釣りやった若すぎ若ワ釣りやったみんなジャイアン見てみテント張ってな氷に穴開けてさ若カぎ釣るん,んー行きたいって思っためっちゃ楽しそうジャイアンめっちゃいいなんかあのさ氷の上走るなんか 氷の上走るあれ何氷の上を走るさジャイアンのさなんかボートボート氷の上を走るバイクかうーんあれもいい私も行きたいよジャイアンでなんかジャイアンジャイアンなん今うん でワカサギ釣ってみたいあの氷の上で穴開けてなほんで私さあのねお鍋するんお鍋するか七輪かなんかしてほいでお餅焼くんですよテントの中ででお餅焼きながらお醤油かけて食べるお餅とかあのお鍋も食べるわほいで眺めとくんあは <laughs> しに来たって感じやなはははかな寒いとこのな 氷の上でさ、穴開けてさ、テント張ってさ、その中にいてさ、美味しいもん食べたいだけなんかな違う。でも、魚も釣りたいよ。そういうのしたいん。ジャイアンちょ、みんなジャイアンなの。もうワカサギ釣りしたい人ね。ジャイアンと繋がりな。って思った。なあ、アちゃんワカサギやってみたい。そうやろ、ひまちゃん。大丈夫や。時間ある。ジャイアンとこ行き。すごいから。本当に。皆さん、どうか体気をつけてくださいね。よしゆきちゃんもです。ぜひ、本当に気をつけてね。 スノーモービルって言うんや。ジャイアン。スノーモービルか。あれすごい楽しそうじゃないって思った。本格的。ほんともうジャイアン相当羨ましい。うん。って、アキちゃんと喋っとった。ジャイアンのな、ワカサギが。アキちゃんが言っとったん、ジャイアンのこと。なんか、ジャイアンのワカサギ釣り相当本格的で羨ましいよってアキちゃんが言っとったから見に行った。本当やってなって。 もう目がハートよ、ジャイアン。<laughs> 目がハート。本当に。私が思い描いていた世界がジャイアンだった。と思いました。そう。北海道の方じゃないとそんな若騒ぎ釣りはできないよね。だって、てちゃう。うんそうじゃない。ジャイアンやっとる乗せてあげるよ。やったー乗りたいジャイアンやった乗りたいそう。こっち魚余すよ、だって。うわ 羨ましいわ私ちょっとお餅食べたいまさきさんあのテントの中でお餅食べお餅食べたいだけかな私食べてるときはあきちゃんに釣りをお任せやなあそうやなもっときーや <laughs> でも餌が無理じゃんアンちょっと私はワカサギの餌が無理だ虫が無理だけど虫が無理 <laughs> 虫無理 そうあきちゃんあのワカサギ釣りは憧れるなあ私も憧れるジャイアンうんワカサギってその場で天ぷら美味しいぞ山形もできるぞだってそうなんやあそうちゃんそれしたいジャイアンワカサギ釣りがうらやましいです <laughs> 本当にうらやましいなんか釣れても嬉しいけど釣れなくてももうなんか一回やってみたいですあの氷の上を歩いてみたいし氷の 氷の上破れないんですかとかと氷の上にあのここうんスノーモビル走って氷割れないんですかとかもうそこからな私の中ではそう羨ましい初見ですこんばんは池ノ内さんコメントありがとうございますあの車が好きですよかったらあフォローありがとうございます仲良くしてください ありがとう宇都宮まで来てくれれば連れて行きますよここから1 5 0キロありますよなあジャイアンさ宇都宮宇都宮ってどこやあれ宇都宮って聞いたことあるなあれ宇都宮ってなんか聞いたことあるじゃない宇都宮ってなんかあ宇都宮ってどこかで聞いたな宇都宮って何県えジャイアン宇都宮何県だったっけ <laughs> ちょっとそこからや。行きたい。だから何でも食わしてるってこの間、こないだ半日で680魚。へえ、まさきさんもすごい。さすが。社長、群馬県の赤木山大沼だと、レンタルテントもあるし、釣り道具も全部レンタル。え、そうなんや。群馬県でもできるんですかワカサギ釣り。それ、う、あ赤木山の大沼っていうとこがあるんや。 え、ワカサギってなんなん淡水魚なんですかで今、今さら <laughs> 今さら餃子の有名…あ、ほんとや宇都宮って私、通ったよ通ったじゃない通ったよ餃子ね栃木県家はそうじゃん、ほんとや栃木かドライバーちゃんあん、ほんと賢いな栃木ですほんとや <laughs> 栃木私、通ったよ 来ましたね、no! えー、<laughs> 言ってよゆと宇都宮じゃんって言ってよあたしジャイアンさあたし宇都宮の餃子食べに行ったことあるよなんかミンミンっていうところに行った確かね揚げとね水とね焼きとドレみたいな感じのお店ジャイアン合ってるこれミンミンなんか急に道路の左側にあるん急にって言ったらあれやけど そうそこのミンミンの餃子美味しかった揚げか水か焼きかみたいなんでイノシシナエシロもイナワシロも会津も行ったよねうん行ったジャイアン私データ最強説行った行ったでもなワカサギ釣りがしたい <laughs> 氷の上のやつがしたい氷の上にな歩きたいん 氷をの上を歩いても、割れませんが、一回やってみたいんです。栃木は行くには遠かった。深夜四時出発で、到着が夕方の六時だった。えドライバーちゃんどの辺なんや帰りは一日こうした。本当か。とりあえず伊藤ドライブインの豚丼でしょ。そうそう、それそれ。とりあえずと伊藤ドライブイン豚丼。さあ。みんみんまさしの餃子。まさしで誰 まさしって誰じゃんまさしさんっていう人がおるんやそうかバクトさんこんばんはいらっしゃいませいつもコメントありがとうございますサザエになってますあのありがとうございますいらっしゃいあははそうまさちゃん餃子のリーさん全部食べたの焼き水揚げううん、うん、あのな水はせんかった焼きと揚げ食べた美味しかったよって言った しろくまさんこんばんはいつもありがとうございますそう稲葉城の北側ですよ江原湖ですよあーなんかさあの五色沼の近くって撮ったじゃないあそこ雪降るんですか私紅葉を見に行ったからなんか雪のイメージがないんですよね行きたいじゃーよ 愛知の大張地方ですよ。あ、そうなんやん。ドライバーじゃん。田代まさしで、じゃあ私も思ったまさしというお店です。あ、そうなんですね。みんみんじゃないんや。そうなんですね。今日は扱いが丁寧、ね、あん。バクちゃんやな。そう。ありがとうございます。髪型変えただって、ひろぷちゃんうん下ろしてるだけです。そう。ケンタ餃子もありますよ。7。その下の名前使う的ななんか？ アキラ餃子もあるみたいな感じな,なんか、そういう感じユージ餃子とか、のりこ餃子とか、なんか名前つける的な感じなんですかえー、ケンタ餃子うん。お久しぶりです。やっぱりだ、川上さんかなと思った。<laughs> お久しぶりです。お帰りなさい。お帰り、あの、ありがとう。猪苗代のあたりは結構雪降るようだって。えー、でも寒そうじゃない っって思ったそれ寒そうじゃない薬入ってるから中毒性がって言ってるはあ何の話いていちゃんピンクマンさんこんばんみお疲れさん今どこですかん今日は休みかな走ってますか酒飲んどるな休みか <laughs> 今日は何時までライブしますかうん12時ですねそうユ事ジコのふるさとだよ有事工事 いう人がおるんか。のりこ餃子、具だくさんの大きな餃子かな。<laughs> 本当やな。食べ放題のお店です。<laughs> もう餃子もうもええっていうぐらい食べたい。田代まさしの餃子の話、何それてるちゃん。今帰ってきて飲んでるよ。お疲れさ。んピングマーザー。もう本当にお疲れさん。もう安全運転で本当に帰ってきてよかった。また来ます。早いかがみさん帰る。早い。<laughs> ありがとう。 サンちゃんセブンかっこいいですねいつも見てますだってありがとうございますあのそんな風に言ってもらって嬉しいライブも来てくださってありがとうございますあのセブンが好きです FD が好きです多分もうずっと乗ると思っていますよ事故ってどうにかなっても乗,乗,乗ってると思います多分ねそうよかったら今後ともお付き合いくださいよかったらフォローしてもらえたら嬉しいですよろしくお願いしますそうまたよろしくお願いします反んとマだよまさちゃん ほんとな祭りだわであのあと40分やっとコメント追いついたよししゃべろう新しい車庫調はどんな感じかなだってそう浅井おばくちゃん新しい車庫調は実はね去年の夏に変えたそう最近の人はよく知らないけどねの長く付き合ってくださってる方はね 知ってるけど本当に変わったん前はねオーリンズだったんですよオーリンズのあのうんオーリンズの車庫帳じゃないショックアフそばかが壊れてた左のじゃ右の後ろがね油が漏れててね傾いてたん だからセブンはねこう傾いてたんです。右に沈んでたんです。私が重かったんかな。<laughs> ほんで、あのそれが見つかって、それで思い切って、そのオーリンズだったんでオーバーホールも考えたんですけど、オーバーホールするとメーカーに出してる間、セブンに乗れないでしょ。だから買い替えることにしたの、オーリンズはまだ持ってるの。ほんで、あの、うーん。 変えたけど柔らかくなりましたねすごく、ね、しなやかになったというか結構ガタ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 硬かったからすっごい体がね痛くなってたガタガタガタっていうのがねそれがなくなって本当に柔らかくなりましたよそうあのね減衰があるからねちょっとそれいじる練習もしたいなと思いましたそうセブンでくれば宇都宮まですぐですよ本当か分かった ブーンと行くな車置いとくとこあるかなジャイアンとこそれ私セブンで稲葉白く行く感じいやー無理だなセブン置いとくとこあるかな怖いんですなんかセブンをね無事に置いとくかな盗難される心配があるからねあんまりセブンでねうろちょろするの怖いそう来たらターマーも食べるか言うてなキンキンの食べない 怖いいから食べないです <laughs> わしもセカンドカーでフリー買うかなぜひ一緒に走りましょうビッグマンさんと一緒に一緒に走ろうって言っときますそう愛知の豆知識遠出する時に三河と移動時間が1時間違うあそうなんやへえあのコカドは去年のやつかそうそうそうあれは夏ですわバクちゃんねさあ ヤフオクで売れえ何を方言は何弁ですか伊達丸ちゃんもういろいろ混ざっとっとよ混ざっとっとよだわ本当にそうあちこち暮らして4年に1回ぐらい引っ越してるんです人生でだからねもうあちこち暮らしてていろんな方言が混ざってるんですよねそうあそっちゃん何をヤフオクで売るのそう 何ですかだよね私も何を売るのあそちゃん。白熊さん、オーリンズはオーバーホールできるからいいですよね。その時に硬めとか柔らかめとか調整頼むこともできますよだって。そうなんですね。だから今のうちに余裕ができたらね、あの今セブンが車庫調をね、してる間に、あのオーリンズをね、余裕がある時に直しといて、車庫調がダメになった時にオーリンズするみたいに、そういうふうに計画してるの、ちゃんと。 なんかねそういう感じですそういいなセカンドカーだってうーんそうですねそう <laughs> 自分が三河だって俺のランクルもアブソーバー交換しようかなと思ってますビル・シュタインにだってあそうなんですね ランクルすごいですね、ジャイアン。私乗りたい、ランクルって言ったかそれは。なんでも乗りたい。<laughs> もうジャイアン、乗して <laughs> すぐ言う。もうな、ジャイアンにはいいんじゃない。もう一かバチかジャイアンにお願いする。ジャイアン乗して <laughs> 後ろでいいから。乗してって言っとこう。猫 <laughs> ロース取っておくよ。猫ロース違うわ。セロースか。わかった。ありがとう、マスちゃん。そう、食べれるかな、私。 そう。車庫中の前のやつなんだだって。オーリンズです。そう。オーリンズは売らないよ、あそちゃんね。あの、えっ、ー、と、オーリンズは取っておきます。で、オーバーホールして直して、予備にしようかなって思っていますよ。そう。計画大事です。澤クリンなんかな私は無理。だけど、あきちゃんがめっちゃ考えてくれてるんですよ。そう。 だから「そういういいいいにしたらいいんじゃないのセブン長くどう乗っていくかっていうそのなんていうの先を見てる私が目の前が見えてないから私あの色で選ぶでしょ <laughs> シャーク香音じゃないけど本当私相棒は色で選んだ女なんですけどアキちゃんはもうその先を見てるっていうかうまくねできるように。 っって思ってて思くれてますんでそうみんなにねオーリンズやめるのはもったいないってボロクソ怒られたんですけど違うオーリンズをあのいあのそ手放すつもりはないそれはオーバーホールする間乗れないからそれを防いでその先を見るために今はオーリンズを外したっていう感じですよそういいですねビルシュタインだってそうなんやビルシュタインビルシュタインって聞いたことあるなって思いました のりちゃネガを癒されるんだっておそれおいビグはさんありがとうございますそう <laughs> ランクルリフトアップしてるから乗る時大変だよだっていやばたにえんあきちゃんキャタツや <laughs> キャタツじさんやええ <laughs> 乗りたいでもそうああ 乗りたいーって言うとこもう一回言うとこ「ジャイアン乗りたい脚立持っていく」<laughs> なんかなアルファード洗う時用にこういう脚立持ってるそれ持っていく <laughs> 降りる時どうやって降りるじゃねって思ったけどゆかゆうたかさんおかえりありがとうこんばんはそう赤田の話すると住んでる場所バレるんだよ赤田かなるほど池の池内さん ノーののサスペンンンションのバネだけを変えるパターンもありますよーダウンサスなんかさそれがよオーリンズがつけてるバネがねあのねどのバネなんかがわからんかったんですよあの何ていうのオーリンズがつけてるバネがあの純正バネなのか総括じゃないのかがはっきりせんかったからそこがすごい難しい選択だったんですだからね純正のねサスペンションせんかったバネがね純正じゃない場合があるからそしたらバネは別で買ってたらむっちゃ高くなるん。 っっていう話だった確かねだからそれだったら車庫調をもうマイトスポーツの車庫調をした方がいいかなっていう結論になりましためっちゃ悩んだんです本当にに考が難しかったですなんか赤田話しとるのっちゃんとドライバーじゃん赤だってなんだ赤だってなんだだわなああきちゃんまさちゃん笑顔たくさん楽しいライブほんとやなまさちゃんほんとそう ダニーとか言ってるのサラサラ寝るよだってうんピークファイさーおやすみなさいお疲れさんゆっくり休んでくださいねそうランクルショートとロング2台あるよだってえどういうことショートとロングって何が違うのショーランクルショートとロング2台あるよランクルって長いのと短いのとあるんですかそう。 ジャイアンさんが背中を貸してくマジか背中？マジか。<laughs> 乗れるかなあアキちゃん。<laughs> いや本当に乗してもらおう。今のやつでも20年持つよ。そうそう壊れないぞ高調。しゃこちょいやいや、20年は持たんと思うわ、あそちゃん。うん。ナイトスポーツの高調は私5年かなって一応覚悟はしてますよ。多分ね。そう。5年かなって思っています。 本日から水曜日と土日祝だけど、民間救急車のドライバーの仕事するのようだって。あ、そうなんですね。おわ、責任重大やな、豊さん。民間救急車っていうのがあるんですね。おー、ご苦労様です。ありがとうございます。だわ、助かるでしょうね、きっと。民間救急車っていつ発動するかわからんのですかね。って思いました。そう。 赤だ。賢すぎて歯がかける。硬すぎて歯がかける。多分ここの人たちでは歯が立たないってちゃん言うよね。抱っこして乗せてあげるから大丈夫ですよ。やったーありがとうじゃいや。乗る乗る。乗る乗る乗り子。名前乗り子やからすぐ乗るの。ありがとう。そう。 マルセイバターか食べたいって言ったんのバターサンド言うかわからんかったそれ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 ミザはマルセイのバターサンドそれ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 食べたいあとはあの白い恋人食べたいなんぼでも言うまさまさきさんにそれそれ来たよーだってゆうとちゃんいらっしゃいおかえりこんばんはありがとう 固い和菓子だよ気をつけないと歯折れちゃう靴はってものもあって靴は輪っかで赤だわ丸いよどっちも無理だわここの人はって言っとこ <laughs> チーム歯が今ブルブル震えとるぞドライバーじゃんもうともみちゃん一言もコメントないどっか行っちゃったかなそうチビち,ちゃんおかえりまだやってたら嬉しいうん12時で終わりますね多分って言っときますそう これ以上は言わないけど、対馬市で有名な和菓子対馬市っていうとこがあるんや「できちゃんいらっしゃいわからないお久しぶりです」だって英樹ちゃんおかえりそう今ワカサギの話しとった「4ドアと2ドアの違いですよ昔からランクルばっかり乗ってますよ」だってそうなんですねランクルって2ドアもあるんだなんか4つのイメージでしたわ 坂本さんキュ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 ンありがとうございますキュ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 ンってなったありがとうございます民間救急車だけど救急車両だから消防の救急車と同じみんなどいてくれるから最高やいやいやそうやけどそうやけどさ坂本さん香水もありがとう大変だよ豊川さん運転気をつけてくださいね 白い恋人なんて東京の空港とかにも売ってんだよ、だって。東京の空港が遠いじゃないって言っとくわ、本当に。はい <laughs> はい <laughs> !1 個しかもらんくても2回言う。パンダーありがとう <laughs> てっちゃん。 バラ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 。バラ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 。バラ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 海ラ隊からの五十肩ラバ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 のバラ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 バ はははキクリンが来たそう福岡も肩パンあるよ硬くて噛めないダメだわもうアキちゃん震えとるわもう6本しかないからねえみちゃんおかえりアキちゃんの6本の歯がやばい話が復活した <laughs> ありがとうそう3年生だゴジッターだってうん 社長無理なくですよ本当に俺は70という車種を乗ってますよあのなジャイン私の実家にあるさ実家にある眠ってるランクルがね60って言ってた誰かがだからその60っていうやつは古いんだなすごく古いです70っていうのは新しいんですねなるほどそういつもだけどテンション高いですね飲んでな飲んでるのって言われるけどシラフです <laughs> ごめんなさい そうかだってそうやであとおいしいもん食べたいもうずっと家におる本当にそう救急車両優先されるために譲るそうだよねユーラーちゃんもうそうだもんねてっちゃん伊藤忍 二刀忍者せんべいも硬い。硬い話好きやな。もうみんなチーム派の人一言もコメントなくなった。エミちゃん今硬いお花、おかしいよな。てっちゃんとさ、ドライバーちゃんがするからな。チーム派がな、震えてるん。<laughs> もう急にコメントなくなった。そう。こんばんは。また来ました。ヒロさんいらっしゃい。こんばんは。コメントありがとうございます。お帰り。<laughs> 六丸ランクル懐かしいだって白熊ちゃん私は何かお父さんのランクルのその思い出がそれですからその時代で止まってますそう60ランクルドライバーちゃんも笑ってるチームは震えてるわそうお父ちゃんのランクル乗りたいだってねえそう大事ですよトトチチがもトっチも静かになってたな豊さん 救急走行なのにどいてくれない走り屋のドライバーいるのようだってそうなんですね大変ですね60は今高いよ400万円以上しますよだってうちお宝やなジャイアンうち実家で眠ってます多分なんかバッテリーつないだらまだ動くみたいですわあの大きっぱなしですけどねそうタイヤとかはもダメになってるかもしれないけどそうなんや60って人気なんですね <laughs> そう エミちゃん、のりちゃんのアイテムのお返しリアクションがレベルアップしてる。じゃあもうどちら買ってるだけや、エミちゃん、もう。どうしたらいいかわからんの。でも、ハイが好きやから、ハイはな、元気いっぱいな。わかる <laughs> そう。じゃあ、じゃあ、柔らかいお菓子の話しましょうか。そうだな。それがいいな。私は、マ丸シグナス乗っていました。だって、そうなし。マ丸っていうのもあるんや。はーいわ <laughs> かりよはいてっちゃん、ありがとう。<laughs> あ、ひまちゃん、はい もう一回行こうか。はーいありがとう <laughs> はい、好き。はいとパンダ好き。緊急車両大型免許が必要である。そうなんや。緊急ライセンス必要である。パンダーありがとう、ていちゃん。そう。はーい <laughs> もう、はい。もう一回行こうか。はいありがとう <laughs> そう。パンダーキクリン、ありがとうパンダ好き。<laughs> もう元気出るわ。そう。 のーびーた、のびたさん、ありがとうございます、わら。嬉しいありがとう。動き場ですけど。本当やなぁ、動くかなぁ。でもタイヤがなんかもうあかん気がしますわ、多分ね。タイヤは見直さんとあかん気がしますよ。だけどなんか、って言ってたお父さんが。今はランクル系何、ラんくる系、なに もかなり高いよねそうなんですね数年後にディーゼル規制が消えるらしいからディーゼル車両がまた高くなるかもねあそうね。ランクルってディーゼルなんですかでそこだわねちゃんいつもと噛み違いますねそうちょっと今日下ろしてるんごめん結ぶのなんか休んじゃったごめんなさい <laughs> もうひまちゃんもなはいよな投げてくるからありがとう <laughs> 動力源が上がっていればかわかるそうか かかると思う多分売ってくれるんなら買取い取り行きますよ。いや、多分売らないと思います。宝物なんです、お父さんのね。そう、じゃあありがとう。コスモさん、パンダーありがとうございます。ヒロさん、コスモさん、FD 大切乗り続けてください。フォローさせていただきました。嬉しい仲良くしてください。ぜひよろしくお願いします。今日、フォロワーさん増えますようにって願ってるん。ありがとうございます。 私は、エビ天ぷらで歯がかけたことがあるので、私も触れ合う。<laughs> エビ天ぷら美味しいな。わかるわ。あれは美味しいで。殻があったか、殻を噛んだか、わからんけど美味しいな。わ <laughs> かるわ。でもチームは片足突っ込んどるからな、ゆミちゃん。すぐ抜けるけど、すぐ入る。<laughs> またね。キュンですありがとう お父さんに聞いてみてください。だって、じゃあ、ありがとう。た分お父さん絶対売らないと思います。すごい宝物なんです。私のセブンと同じぐらい宝物ですからね。そう。のりね、リアクション練習しすぎて、ともみさんから卒業やな。違うって全然だわはははは。ともみちゃんの方がさっき言ってる、上言ってるわ。もう大先輩ですから、もう本当に。師匠やから。<laughs> そう。 ちょっくら後輩 DJ 配信してるから行ってくるわ、ぐちょぱ。分かった、ありがとう、まさきさん。ありがとうね。パンダありがとう。カツさん。カっちゃんや久しぶりじゃね今、どこ今、新、東名温州、森、町で休憩中。朝から連休だ。四国行くだって。なえー、四国どこ行くのカちゃん。って聞いたこカちゃん、四国どこ行くの高知もまた行くのえー 私も行きたいパン屋さんに行きたい綾川町の <laughs> そう今透明なんとかってところで「パンダー!」ってちゃんありがとう <laughs> いいなかっちゃん私も連れてってほしいはい <laughs> <白>あはいはいありがとうっっちゃん <laughs> 今日元気やなうちら <laughs> ああ今のランクルはガソリンディーゼル両方ありますよねだってそうねお父さんのランクルどっちなんだろう逆にそれがわからんなああそちゃんバラありがとうございますそうあ N あっ NFZ さんこんばんはいつもありがとうございます ランクル乗るほどお金ないので自分はジムニーです。狭い道なら最強です。だって、いいと思います。あの、本当に、いいと思います。あの、はいまさちゃん、はいきー、来たありがとう <laughs> あの、ジムーも十分、私からしたら、なんかさ、今さ、よく TikTok でさ、スタックした車とかを助けてるじゃん。SUV 車たちが。私素敵やなって思います。うちスポーツカーだからさ。 本当に素敵だなと思いましたかっこいいな <laughs> そういうのねあの憧れますそうその気になったら行ってください俺乗りたいのでよろしくです本当となジャイアンでもなうちの弟の形見なん弟は死んでしまってねその弟の形見だからね多分墓場まで持っていくともごめんなさい宝ですけどお父さんにとっては本当宝物なもう死んでもね絶対譲らんと思います自分が弟の形見なんでねごめんなさいねそういい車ですよね 私ももあの車よよくく乗ったんんででですすすご好好きき形ななんか古めかしい気がするけどなんかそんな気がしなくて私は好きですねそう「しまで食べてよ」だってうん分かったあそちゃんゆらさん要するにレスキューの資格者は予備隊として訓練出動予備隊員そうなんやへえシフティーに乗る時毎回ワクワクする気持ちわかりますかうんわかりますよそうちびちゃん のりちゃんの発信地は何県ですかだってうん非公開させてもらってますごめんなさいねあのセブンの盗難予防でねたらいばち話は飛ぶけど小針地方から御殿場に行く時の移動時間昔普通の場合約3時間半飛ばした場合1時間半そうなんですねのりこさんは滋賀県でしたっけ住んでるとこはねあの非公開させてもらってますじゃあいやありがとう 四国は香川県徳島県愛媛県だよ香川県徳島県愛媛県瀬戸瀬戸内川攻めおお素敵連れて,て連れてってて連れてって私さ次行きたいとこ決めてる次はねうんぺん寺に行くすごい絶景とちょっと映えになってた前から映えですけどなんか映えスポットになってたね母ちゃん知ってるうんぺん寺四国 88箇所じゃないよねあそこ46番46か所かなんかのやつの運転時88箇所かそうあ <laughs> 行きたい運転時そうさっきの話は新東名の場合ですそうなんですね豊さん救急車のドライバーは救急救命士看護師介助などの資格があれば OK もしろん普通免許で AT 限定も可能のそうなんですねふんすごいね豊さん ジムに、ねうん、お父さんがジムに乗ってる人悪い人おらんって言ってましたそうガソリンでもディーゼルでも高いですよってそうなんですねジョイアお父さんのディーゼルだな多分だってそうなんやあそちゃんかっちゃんのりちゃんに教えてもらったパン屋さんは土曜日に行くよあほんまカレンズわかった場所かっちゃん 絶対おすすめ。でな、土曜日に行くんだったら電話して、あの、絶対に電話して土曜日に行くんだったら、あのね、明太子フランスパン予約して電話ですぐ取り置いとてくれるから、そうじゃないとね、手に入らんぞ、気をつけないと。ジャブジャブ焼いてるけどジャブジャブ売れるよだからもう棚が何もない状態になるから、そう、あのね、これ、音声録画して、あのね、明太子フランスはおすすめ。あと、レーズンのアコッペっていうやつもおすすめ。ホルンはちょっとしつこいかな。 でもカレーパンはおすすめ。だからカレーパンと、えっ、ー、と、明太子フランスか。これはね、もうね、予約して、かっちゃん。明太子フランスはね、私ね、6本とかね、10本とかのレベルで予約しますよ。マジで美味しいから。<laughs> 電話して、あの土曜日に行きますから取り置いといてくださいって言っとくべきだね。絶対。送信と焼けるまで待たされる。待つのもすごいジャブジャブ焼けるから、また焼けるんですけど、 でもまたそれがすごい勢いで予約とかの取り置きで履、ね、けてしまうからなかなか店頭でね買おうと思ったらっていう場合があるのそうって言っときますね絶対言ってカレンズ絶対美味しいからね <laughs> 熱こもったそうはもう早く私編集するわ海りレポでさっき乗せるなあの土曜日までに <laughs> 分かった土曜日までに海りレポ出すわカレンズね <laughs> 元気出たカッチャのおかげでありがとうヤッホーだって どごさんやそうやまさんいらっしゃいませこんばんは看護師がセブンんにならないように看護師がセブンになりますようん私看護師セブン決めてますよそう低速トランスファートウインチついてるから田んぼに落ちても助けられるだってそうなんやかっこいいな哲ちゃんめっちゃいいじゃない ドクターーーのレスキュっって言って言もうん、おこの前お父ちゃんに言ったら嬉しい言われました自分は隣乗るだけなんですけどねだってちびちゃんいいじゃんそれでもお父ちゃんによろしくそう自分は始まるに電動つけてましたデフロックつけてフル装備ふん救急車ローお金は高いよそうか明太子フランス大好き美味しいよ本当に <laughs> そう 今日はごめんなさい先落ちます白熊ちゃんありがとうございますたくさん話してくださって嬉しかったですおやすみなさい僕は救,救急救命士と介護福祉士にケアマネージャーと資格持ちだから民間救急の会社からスカウトされたのよだってよかったですね豊川さん分かったありがとう予約するうん電話してあの本当に絶対おすすめああ私も行きたいじゃあいや俺の息子は救急車乗っていましたよあそうなんですね 今は現場は離れてデスクワークになってしまいましたけど、だってすごい、かっこいい、ジャイアそうなんですね、息子さん。エミちゃん食べたい。あのなもう本当に美味しい、エミちゃん。いつか行きたい、エミちゃんと。あのね、自信がある。エミちゃんにはるばる行って、一緒に行ってもさ、本当だって絶対言わせる自信がある。本当に美味しいから。自信があるな。うちら好きやで。そう。 うちら好きやでもう勝手にも一緒にした何のスカウトだとだってうん明太子自体が食べれないんだよなだってそうなんですね戻ってきました川上さんおかえり母ちゃんではまたねと関東を向けて走りますほんと変な感じやな関東を向けて走ってるんやえすごい移動距離やな母ちゃんでも気をつけてね運転そうほんとそれだけは気をつけてねって言っておきますね母ちゃんね コロナ患者がいなくなったら仕事が減るのかも。だって、そうでしょうけど、あの、気をつけてくださいね。そう。どうも来ちゃった。りょうちゃんいらっしゃい。いつもコメントありがとうございます。本当に元気出ます。あの、コメントが嬉しい。いつも動画にね、励みになってます。ありがとう。娘も息子もランクル乗ってますよ。ランクル家族なんや、ジャイアン。素敵ですね。あ、そうなんや。そう。 何の話だってランクルの話。てっちゃんとお店行くのが夢。行こううちら絶対どこ行っても楽しいよな。エミーちゃん。<laughs> てっちゃん、予報、予備、消防士、あるある、隣乗ってるとあそこのし、昇進なんとか聞いてないのに行ってくる。そうなんや。年齢バレますが、RX7 の2代目に乗っていました。今は違う車に乗っていますが、オフ会ある時は誘っていただけますかもちろんです。あの、繋がっててください。 ぜひ繋がっててくださいって言っときます。あのフォローしてつながってて本当にでチームノリに納得しなよ納得しないとなよって上から言ってごめんなさいあのねみんなおしマつけてくださってるこれはねチームノリなんですあのね私のな,なんかあのスポーツカー女子の名前の後ろについてるあの赤い赤い車かな車と唇のマークがおしまなんですけどチームノリはねもうね私の中ではもうビープ待遇 <laughs> 本当にあの まあ、そうじゃない方ももちろん v i p タ a フォローしてくださってる方はね特にですけどお深いもも,もちろんあのお誘いしますあのよかったらつながってくださいずっとそばにいてくださいそう,もうみんな仲良しですから気のえ人たちばっかりですよ是非って言っておきますねそうありがとうございますヒロさんだね覚えとこうありがとう豊さん病院間の患者移動の仕事もあるから仕事もなくならないいやそんだけ 資格をお持ちでしたらなくならないと思いますよ。そう。消防士は火災では軍手は抜いたらダメ。分かった。ありがとう、ユーラスちゃん。どうも。チームのり素敵なメンバー増えてますね。そうだよ、エミーちゃん。意外と。意外とです。<laughs> 意外とというか、意外じゃないか。でもね、一人だけはね、恵まれるのよ、私。それだけはね、自信があるの。なんかいろんなことに恵まれなかったことはありますけど。 そうじゃない一人だけはねいいご縁に恵まれるのそれだけはね自慢ですさあ <laughs> 消防士目指そうかなだってうんジャイアン俺は一番最初に乗った車はサバンナ RX3 ですよ知ってますか知ってます好きですよ顔が好きですすごくあのレトロな車の中でもサバンナがントツ可愛いなと思いましたここはねちょっと出てるところが好きです こう前がね角ばってが好きですそうサバンナお疲れサバンナ警察に迷惑かけるからうんドンちゃん久しぶりちょっと待ってドンちゃんいやー久しぶりに来てくれた嬉しいこんばんはドンちゃんが来ためっちゃ嬉しいありがとう <laughs> 元気出たみんな仲良しそうだね あのおじいちゃんの生で雨降った日ってどうするんですか何の話何の話か教えてねそう生で降った話日ってどうするんですかどういうことだろうね消防士になりたいのだってうん、うん、チームのり入りて入りないありゅうちゃん入りないよよかった入ってくださいもうおしまつけるだけその代わり条件がありますあの。 人の悪口は絶対言わないもうそれだけは約束仲間外れもしないもうそれだけは約束してくださいもうしょうもないそんな人間と私関わるつもりがないんです1ミリもだからあの人の悪口を言ったり人のことを仲間外れにするような人はあの入れませんし出てもらいますもうこれはもう厳しくそうさせてもらいますあのね私とチームのよりのねブランディングに関わるそんなしょうもない人が1人でもいるとねあそういう人たちなんだねってなる同じマークをつけてるからねだからあのそれだけは言わない 許さないあのそうやって人を傷つけるようなことをする人とはもう私は関わらないって決めてるの私の大事な大事な自分の人生みんなの人生で本当に気心している人たちと関わっていたいんですだからそれは約束してください守れない人はあまりにもひどかった私直接言いに行きますねあの外してくださいって言うに行くぐらい私は結構。 意外とと厳しいところもありますでも誰でも入れますこの約束が守れるならねそう別に縛りもありませんでチームのりのなんか仲間たちが本当に気がいい人たちが多いのでそうあの お島をつけていただいたただらチームのりになってくださった方はあの300フォロワーになってライブができるようになるとここの小窓に入れることになっています。チームのりのおしまがついてない人はここの小窓に上がれなくしてるんです。っていうのは何でかって言って今も今日もこの配信をしてる間何回もねライブの申請が実は来てて私お断りしてるんです。だからあのもう誰かをあげて誰かをあげないとかなるとなんで自分はあげてもらえないんだとかいうことになるので。 そうだからあのチームのりの人だけが上がれますっていうことにさせてもらっていますそういう感じですよかったらおしまいをつけていただけたら嬉しいですりゅうちゃんありがとう無理にあの無理じいはしないからねそうねるずにのりちゃんの笑顔見てしまうピンクマン <laughs> ありがとうお目目閉じて耳で聞いたらいいじゃんありがとう <laughs> そう そそろそろベッドイン年寄りは早く寝ないと朝が早いからね分かった豊さん今日もお疲れ様おやすみなさい私もあと10分で終わりますねどんちゃんお仕事復帰したからなかなか来れなくなっちゃってごめんねあそっかそりゃいいことだと思いますやった嬉しい忙しかったんやなどんちゃんありがとう お疲れさん。ありがとう。忙しい中来てもらって嬉しいです。チームのりに入り方はどうしたらいいですかあの、ね、悪口言わないや、や仲間外れしないお約束に、押しマークをつけてください。名前の後ろ、あのーえっと。自分のプロフィールページのプロフィール編集っていうところを押すと,、えっと、名前の変更ができます。ID じゃなくて名前の変更ね。そこに、自分の名前の後ろに、車と唇、私がつけてる名前の後ろにつけてるマークと同じものをつけてもらえたらチームのりです。よかったらつけてください。 ありがとうミさんサバンナで一般道路で180キロ出したことありますよだってすごいですねジャイアンさすがですねそうなるちゃんステッカーとかないのだって作ろうかなピンクマンさん作ったら私とピンクマンさんお揃ろいで使いますかって言ったか若かったら怖いものなしでした今は農業職業柄安全運転してますだって素敵ですね私はそっちが好きですわそうジャイアンねそう ほほほ300フォローはいつになったらなれるのかてっちゃんよっしゃチームのりを頑張って増やそうでもそうやって言ってたんだよみんなみんな言ってたんだけどさみんなそうやってあのできたからそうあのなったからみんなで増やしていきましょうそう動画投稿しながら私のライブにいたいこの輪が大きくなると300はいくと思いますそう応援しますねてっちゃんね ステッカーあったら欲しいかも本当やねえみーちゃんごてこに貼っとくお皿で <laughs> 私とえみーちゃんとピンクマン <laughs> ねそうロータリーのデザインのバルブキャップおしゃれですねだってト彦さんうん私もあれ好きですマツダスピードのですけどちょっとプレミアついててそう高いやつオークションで30万になってましたけどびっくりですよね私もあれはお気に入りですそう ドライバーちゃんライブは16歳からしかできないから悲しみそもそもシャドーバンされてるからあまり増えないいいいいゆっくり大人になればいいじゃんずっとここに降りなよドライバーちゃんねそう RX さんすげえって言ってるちびちゃんうんたぶんおでこケンちゃんいらっしゃいこんばんはおかえりなさいあとちょっとで終わっちゃうけどケンちゃんちょっとでも来てもらえたら今どこって聞いたかそう ドライバーじゃあ私もずっとシャドバンですがシャドバンになってから300増えましたよだってすごい社長さすがほっぺたにも張りますかだって本当やなかみちゃんそうステッカー欲しいなって思いましたそうケンちゃんお疲れ様ですケンちゃん今どこにおるんやろうーんなんでだってうんケンちゃん安全運転でいてくださいねそうあちこちいっぱい移動されるでしょうからねそうよっしゃ なるほど羨ましいいやーなんかさでも動画はさなんか投稿しといた方がいいかもねなんかかんかとそうねえそしたらなんかバズったら増えたりするしやっぱりねえエミーちゃんニャンニャン今日はニにニにニにににの日だったんだな体調悪いとサボってても呼ばれないからいいねいやーもう社長でも元気になってくださいそんなん言わんと心配です本当にエミちゃん が来た <laughs> ありがとうございます。可愛い,い猫。超可愛いあ <laughs> そう、ピンクマンさん、バラ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 、海援隊からの、五十肩からの、四十肩からの、乾年期からの、お墓にぽりポリーンありがとう。そう。本当は富山の家に帰る予定が山形南陽に空っぽ移動中。ああ。あらー、大変な、ケンちゃん。空っぽな演しかも大変だな。 <laughs> 富山帰りたかったな。そっか、運転気をつけて。そう、雪あるでしょ完全にです。本当にね。ほっぺたにステッカーだね。今日もセブン乗りステッカーだね。本当やなセブン乗りステッカーやな。猫が来たって言ってる。うん。動画乗せる気ないから3秒は微妙。そうなんですね。ジャイアン、りちゃん寝ますよ。楽しかった。ジャイアン、ありがとうそう、絶対くっついてくぞ。まあ、若さぎ釣り。そう、うち猫の誕生日でした。あ、そう おめでとうアキちゃん何歳や86歳ぐらいおめでとうそう動画載せても伸びなすぎる17しか再生ないそうか今日はスーパー猫の日記念に私の誕生日ちょっと待ってエミィちゃん誕生日書いてないじゃないエミィちゃんちょっとよオちゃんハッピーバースデー行こうせーのハッピーバースデートゥーユハッピーバースデートゥーユハッピーバースデー,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 スデ,ーディアエミーちゃん はぁ、大事にしろせーの !Happy birthday to you! エミちゃん誕生日おめでとう危ない日付変わるとこやったエミちゃん、そうやったんや書いとくわちょっと、私のこのバースデーカレンダー、2月22日、エミちゃん。エミちゃんね。エミちゃん、書きました。来年はちょっとマジで載せますね。エミちゃん、ありがとう そうおめでとう明日は山形南陽に荷物積んでから九州鹿児島に金曜日に行きますどんな移動それえケンちゃんそんなに移動するんですかやばみ沢今日何曜日よ今日火曜日じゃない水曜日だろ水もう3日で行くんや鹿児島までえそれ全部陸路でってことフェリー乗らずってこと いや大変。ケンちゃん、大変。わー社長誕生日ケーキエミちゃんにだおめでとう <laughs> エミちゃん、おめでとうなんよ雪いっぱい気をつけてよだってそうなんや、そそちゃん。ハビバースデー祭り誕生日おめでとうみんな言ってくれてありがとうそう。のりチーム入るマークこれでいいですかヒロさん。あーみんな チームノリに入ったみんな仲良くしてください今、ホロワーにしかおらんじゃんねああみんなよかったら、ヒロさん繋がってあげてくださいチームノリに、ヒロさんが入ってくださいましたよかったら、ヒロさんありがとうチームノリ、あの、仲良くしてくださいありがとうノリちゃん歌ってくれてありがとうとんでもないエミちゃんおめでとう本当に本当におめでとう嬉しい誕生日言ってくれんかったゆえんまま終わってたありがとう トラック好きさんいらっしゃいこんばんはハッピーだってうんそうもちろん全線フル高速うわっいやーマジでハードやけんちゃんすごいな山陽道中国道どっち取るみたいな感じやないやー大変やでもちょっと一緒乗りたい気もする <laughs> そんだけ行きたいなちょっと よろしくお願いします。だって、ヒロさん、こちらこそです。よろしくお願いします。そう、災害訓練に、だって、うん、トラック運転手やってます。やった私、トラックの運転手は大好きです。あの仲良くしてください。本当、皆さんありがとうです。本当に、サンキューです。サンキューと、好きです。純粋に。そう、あの憧れてますしねそう。ケンちゃんもそうだけど、トラック運転手、よかった。仲良くしてください。ありがとう。 皆様お祝いありがとう。えみちゃんおめでとう。そう。ようこそチームなりに来てくれてありがとう。まさちゃんもありがとう。そう、ヒロさんね。そう。フォロワー3人目ゲットよろしく。てっちゃん。てっちゃん優しいありがとう。そう。雪降ってるだって。てつやさん。 ありがとうございます。コメントそう、うっすらね、そう振ってました。のりさんが良ければ一週間どうですか本当やで本当になんかマジでよ、あの、 ん、あの、本当に私お菓子持って乗りたい。お菓子とジュース持って、持参するからちゃんと自分で。おやつは、自分のやつはね、てめえで準備するって感じな、ちゃんと。てめえではははほんで、お菓子とおや、おやつ、お菓子とおやつ一緒やな。お菓子とジュース準備して、ほいで私横でギャスかピースか喋っとくから、運転して。はははは眠たくなったらよだれよだれだから寝るわ。ほんで、目が覚めたらまた喋るわ。それと、 一週間で嫌になるぞ。たぶん。ケンちゃん。そう。いいな。人の命は地球の未来。そうだね。そう。トラックさん。自分は明日から福岡から長野やって。いやー、またそれも遠い。私、山陽道取る中国道取る私はね、山陽道が好きです。 そう運転気をつけてトラックさんつながろう。よかったら。私、ライブは毎晩ほぼほぼしてます。そう、車が好きなんでよかったら仲良くしてください。フォローしていただけたら好きがこぼれます。トラックさんありがとう。喜んでどうぞ。<laughs> のりちゃん、突然寝るからな。<laughs> ごめん、社長。 ほんで突然出て、突然起きたら社長がおらんの。あの、ガソリンスタンドで、あの、社長がおらんの。で、社長がおらんな。<laughs> そう。おしまつけたよ、りゅうちゃん。あーりゅうちゃんもつけてくれたみんなチームのりまた増えたじゃないりゅうちゃんありがとうチームのり増えたありがとうございます。<laughs> ありがとう。りゅうちゃんはみんなよかったら仲良くしてあげてくださいね。ありがとう、りゅうちゃん。めっちゃ嬉しい。仲良くしてください。 よ,ようこそだってドライバーちゃん本当やなぁ。ようこそだね。歯を大切にします。間違いない。歯三本。酸素ボンベ、アラーム、警告音したら避難。わかった。ゆうちゃん、仲間や。トチありがとう。呼ばれちゃった。よっしゃ。私も終わります。社長、ありがとうございます。チームのりのみんなはフォローします。ありがとう、ドライバーちゃん。本当に優しいな。そう。仕事行ってくれ。うん。おやすみ。社長、本当体気をつけて熱あるから。無理なく。うんうんって言っとけばいいわ。とりあえず。 そういう感じですチームのりさ参加よろしくお願いしますだってりゅうちゃんこちらこそです仲良くしてください仲間だってうん仲間だねそうよろしくお願いしますフォロワー38人目ゲットよろしく <laughs> てちゃんありがとう優しいなよろしくだよだってあきちゃんもありがとう けんちゃん山形ならば新潟経由の北陸新潟経由の北陸道からの山陽道からの山陽道からの九州自動車よ私それそれ好き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 大好き <laughs> 遠いけど好きです途中雪あると大変ですけどん北陸道からの名神かなからの山陽道かそうやなあ違うわ 北陸道からの、ああ神戸で合流するじゃないそっちか。そういうことか。気をつけて。そう。自分初めて乗った車が赤の FC でしたやって。あー、そうなんですね。そう、素敵やー。あの、私は FD ですけど、そうなんや、f g 先輩やー。素敵やー。またいろいろ教えてください。ぜひとも。ありがとうございます。ちびちゃん、6時起きなので。うん。 あかん、コメントが寝ます。チビちゃん、ありがとう。おやすみなさい。チームのりきょう、立ち上げるか。ほんとか、川上ちゃん。川上ちゃん。川上ちゃん、本当やな。チームのり、ありがとう。そう。フォローしました、祭り。ありがとう。よろしくです。ありがとう。エミーちゃん、歯が命って、アちゃんが言っとる。もうほんと、重たいな。<laughs> 重すぎる。まず、予告指令。ありがとう、ユーラスちゃん。ケンちゃん、のりちゃん、ちょっと寝ますね。うん ちょっとというか、ぐっと寝てください。短時間でもぐっと深く寝てください。ケンちゃん、ありがとう。暖かくしてね。って言っておきますね。よっしゃ。じゃあ、今日も最後までお付き合いいただきまして、ありがとうございます。今日はここで終わらせていただこうと思います。またよかったら、の配信にお付き合いくださいね。かがみちゃん、ありがとう。じゃあ、終わりのじゃんけんするよ。ぐちゃぱ。せーの。ともみちゃん、おった。ともみちゃん、おかえり。あそちゃん、ケンちゃんさん、雪避けて太平洋側取ってください。 いやいや、ルートは自分で決めるから、アスちゃん決めんといて。そう。ドンちゃんも本当にありがとうございます。嬉しかったです。今日はてちゃんもお疲れ様。てちゃんも本当にありがとう。待ってました。また今度来ます。トラックさん、ぜひ待ってます。仲良くしてくださいね。そう。グー、のらねありがとう。ともみちゃんもありがとうございます。パーで。やしチョキ出すわ、アキちゃん。よし、終わりのじゃんけんいくよ。りゅうちゃんまた来てね。せーの。終わりのじゃんけん。 トーチありがとうじゃんけん、キックリンチョキーチョキだったありがとうおやすみなさいてっちゃんはいてっちゃんはい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 はははいはい、はい、もてっちゃんこのタイミングやははい、はおつなりおつのらな <laughs> らねお疲れさんてっちゃんおやすみなさいドライバーちゃんもお疲れさん川上さんもありがとうございますよし、終わりますおやすみなさいまさあちゃんおやすみなさい かっかみさん、ゆりゅうちゃん、おやすみ。とちー、最後は、ははははは、い、歌舞伎やった。おやすみなさい。キクリン、ほんとにいつもありがとうございます。おやすみなさーい。ドライバーちゃんもおやすみなさーい。ゆらすちゃんもおやすみ。やきちゃんもおやすみ。チームのり最高、うん、ありがとうございます。終わりまーす。 もこんばんばはよっしゃ !1 個目だ鉛筆くん鉛筆くん変換ミスった好きやわそういう人好きよ <laughs> 鉛筆くん !1 個目ありがとう <laughs> ああ、ちょっと面白かった。変換ミスっちゃっただってやった <laughs> あのさ今日な今日っていうかさ私今度はさマジで本気出したハローのりさんたかひろ h i r ちゃんいらっしゃいこんばんはおにぎりおにぎりあのさ今回本気出したあのゆきちゃんゆきちゃんもうなゆきちゃん取られまくるからもう取られ取ら,取らさんよと思ってさ数で勝負じゃ <laughs> ゆきちゃんのゆきちゃん14匹にしたもうなんかお手手が冷たかったけどそう てるひいさーさん、こんばんは。セブン乗りセブン乗りほんとセブン乗り。あの、乗ってないけど、今日は。そう、最近セブン乗れてないですけど。さとしさーん待ってたですありがとうございます。こんばんは。たこ焼きさんもいつもありがとうございます。こんばんは。富みやすさんもこんばんは。コメントありがとうございます。なんか私実はね、なんか久しぶりに動画を 投稿し始めたら極端やななんか全然投稿せんかったり4つも5つも投稿したりさ忙しいね <laughs> 私と付き合う人はね週さっきある人とコラボしてきたけどいろいろ恥ずかってです <laughs> 本当ほんとかお疲れさん <laughs> 就活さんこんばんは就活してますかって聞いとこからかいちゃんいつもありがとうございますあのさ うん、あのね、こんばんは。よっしゃ、しゃべろうか。落ち着いた。コメント落ち着いたな。よっしゃ。ほな、早速ですけど、あの、今と昔の FD の維持費の違いを話したいなと思いましたね。なんか。 っていうのはな私インスタにねコメントがついたんですありがたいコメントがインスタになんか「いつでもアンチはいるよ」って今の「セブン」のプレミアついてなくてもねあのいつでもプレーのアンチはいたって昔からそのスポーツカーのアンチはね「まぁまきマキきゃまちゃまちゃさんかなこんばんは」そう「いたんだって」 ほんでさ、セブンはセブンでさ、ロータリー、ロータリー、みんなが全盛期乗ってる時はロータリー、ロータリーでアンチがい,いたんだって。ほんで、今度さ、みんながちょっとスポーツカーから離れたじゃん。売ったりとか、廃車にしたりとかして、その時はね、セブン乗ってる人はね、まだ乗ってんの、そんな時代遅れな車みたいな。なんか、それでディスられたんだって。で、まだ乗ってんの、そんな車って言われてた車が今、プレミアじゃん。そしたら今度はね、妬みでね、なんかね、 ネタ見てななんんかアンチなんだってだからいつの時代もねあのアンチはいるってだからあなただけじゃないからねっていうふうにあなたが何かが悪いとかじゃなくってもういつもそんなんなんだっていうふうに言ってからたそれでさあなるほどなと思いました本当にね。初見ですクラフンちゃん らさん、いつもありがとうございます。コメントありがとうございます。バラ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 。海援隊からの五十肩からの、後年期、そしてお墓かりポリン、ありがとう。女の子で FD をファインチューンしてるのが本当共感してますよ、だって。あセブンの人だわかったセブンの人だスーパーセブンああ、そうか、わかった嬉しい私とコメントに救われました、本当に。 そうかななんかそうかなですわほんとでも自分の身の丈に合った車っていうか程度っていうかなんか速けりゃええとか馬力がありゃあええとかそうじゃなくって自分の維持しやすい感じでさしてもらってますよおかげでねあの安い,おいあの純正オイルで大丈夫なんですこれはすごいことだと思いますね私セブンがねなんか こういうオイル入れた方がいいですよとかこういうオイルをおすすめですよとか上を言ったら切れないですロータリーは私も前はそのいうすごい高いオイルを使ってましたけど今はねほんとに全の純正オイルで十分なんですそれが年に2回交換でえっ、ー、と4,000円弱です毎回すごく安いこういうことなんかなって思います本当にね純正に戻してバランスがいいとあの本当に純正オイルで大丈夫 そういうのが私は向いてるなって自分にはね思っていますよそう自分の都合いいようにだてんぴつくんキクリンその通りですほんとかやっぱそうなんですねあそちゃんも今日もありがとうございますそう s r k 系。レイさん AE86 トレの2ドアを乗る予定ですもしあったりしたら走りなど すいません。もしあったりしたら、走りなどしませんか走り私、普通に運転しますね。うん。86、いいですね。私も大好きですよ。そう。ちょいと、こんばんは。カレンネコちゃん、ちょっと久しぶり。いらっしゃい。いつもありがとう。忙しいかな。 朝倉さん、はじめまして。コメントありがとうございます。今日の目標はね、15人フォロワーさんが欲しいなと思ってます。そしたらね、多分ね十18.5がね、18.6K になるんです、フォロワーさんの数がね。だから、あ十15人フォロワーさんが増えますようにって思って配信をしおきます。よかったら、モデレーターじゃないけど、みんなフォローしてねって声かけてください。そう。スピードではないのよ、スポーツカーは。だって、うーん。 なんかそれが全てではないかもしれないなとは思いますねあれなんか迷惑かくてんですが入れるわ目薬ひろちゃん野球野球もアンチ巨人がいるからおしろおしろいのよああさっきフリンスターフェンダーの赤の FG いたデータって書くよ 私、俺も昔、マツダゴールデンオイル純正入れてたよ本ん私、今それです。ゴールデンオイル純正入れてます。でも、マツダの本社の人が、このオイルで十分大丈夫ですから、心配しないでください。保証しますって言ってくれたんで、私のセブンを見てね。全然心配いらない。大丈夫ですよって言ってもらったんで、感謝してますよ。ならねいらっしゃい。ちょっとビり、喋るの久しぶりやな。ちょっと目薬入れていいそう。あ マチマチさんがフォローしてくれてありがとうあと14人って言っとくねありがとうございます FD の暗いがム好き FD3S 最高僕の友達も FD 後期を乗るって言ってましたよっていいと思います後期乗ろう私前期なもうすごく困りますよそうマジそれ今日は寝、ね、落ちしないに頑張らっただってお疲れさん乗らね私ももうちょっと実は眠たいよ <laughs> 過激ないじりをしたら車がかわいそうだと思うだってうんなんかそれもで醍醐味の一つじゃあ醍醐味も一つうんだから否定はせんですけど私は要せんそれ維持せんなと思いましたね <laughs> あの別に山に行くでもなけりゃ先と行くでもないし普通に乗るだけで十分だと思ってるからなかなか乗れないしねその私のライフスタイルとかには今のセブンがちょうどいいですよ そうオイルオタクには惑わされるなほんとやな高カヒロちゃんもうなオイルとガソリン添加剤かなはよう言われますそう兄貴りちゃんおかえりいらっしゃいお久しぶりですロードスター買いますおーリップスティックちゃん素敵ですねいいと思いますよそう今はオイル5 0 0 0キロエレメント1万キロ走れるんだね 最近知ったいつも3,000前昔変わったらそれまでに変えてた私も今3,000でしてますよレれ猫ちゃんそうけどどうなんでしょうねよくなったんかな前期の方がテールが電話の受話器みたいで好きだなだって私テールはね後期に変わってるんです高寛ちゃんだから前期のテールを知らないんですよ で、それを知らないの。前期のテールが電話の受話器みたいだったこと私は逆に知らなかったんです。自分のセブンはあれしか見てなくて、あれが前期のテー,ラテールだと思ってた。やばいな。<laughs> そう。よしゆきちゃん、おかえり。お疲れ様。いつもありがとうございます。そう、ゆっくり喋れますか今日は。また来ちゃいました。だって。そう。はるとさん、いらっしゃい。こんばんは。 あの今日の目標は、あの、15人フォロワーさん、この配信で15人フォロワーさんをが新しくフォローしていただきたいが目標なんです。よかったら応援してください。目指せー <laughs> そう。やっほーだって、福岡さん久しぶり。元気って言ったか。私目薬さしたい。デイさん。 修理工場もやります。もし FD に何かあったら来てみてください。いつになるか分かりませんが、ぜひ見て、来てみてくださいね。じゃあ私とつながっといてください。ぜひ。私本気で行きますよ。全国どこでもね。ぜひです。よろしくお願いします。乗らねえ、ノリちゃんの定石はドアノブが壊るかけやから乗らさないようにしなくちゃ。そう、ほんとそう。でも乗らねえ、これ私がセブンに出会った時からそうなんよ。なんか、も、ま、う、あ、誰も乗らんからいいけどさ、初めて乗る人に、ちょっと そのここのところ持つな <laughs> ボタンといてって言って。<laughs> もう開けてあげるし閉めてあげるからもう触らない <laughs> 女子やからな。<laughs> 今週松田12ヶ月点検だとおにぎりちゃん。お疲れさんそっか、私は、私もそうやな。そう言われてみれば。ほんとやな。半年点検。だわ。そう。 ノリさんのセブンはセキュリティどうしてますかだってサとさんバラ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 目薬入れたい五十肩からのそう海援隊からのお墓にポリーン <laughs> なんか間違ったそうセキュリティーカーですよね我慢できずに効果してるもんうんカレー猫ちゃんそれ普通に乗る気分で乗るそれがスポーツカーですそうだな乗り方は自由だよね前期と後期のテてルって違うんやうんなんか後期の方がかっこいいよ 正直、私はね、好き気に入ってます。あきちゃん、お帰り。いらっしゃい。また来ますね。カレネコちゃん、ありがとう。お休み。いつもありがとうね。ちょっとでも来てもらえて、めっちゃ嬉しかったです。またお願いしますね。さあ。秀樹鈴木おひでき、すずき、オフィシャルさん。えー、ちょっと待って、どういうことひできさん、なんでちょっと待って。宝箱もらっちゃったよ。ごめんなさい。ありがとうございます。私ひできさんにさ、あのさ、私の FD どうですかって言いたい。本当はな。 本当は言いたい、コメントで。で、動画変身してほしいんです、実は。だけどな、フォローしてないからダメなんかなと遠慮しとる。<laughs> そんな感じです。また、私純正やしな、なも言いようがないわなって思いました。ありがとう、ひできさん大好きですこれができないけど、ひできさんみたいに。この、これができないごめん。<laughs> そう。ピンクってって言ったら、アキちゃん。 道連れしますありがとう秀樹さんわからないって言ってくださいだって言った言ったけどフォローしてくださいって言っとこうよかったらあのワンちゃんあったしできればあ,のあと16人だったわんあと何人やんかなしかね18.6になりたいんです今18.5だからね今日の目標そう応援してくださいああーザーさんフォローありがとうございます大好きです 多少フェイクを入れておいてくださいね。何の話？まことさんいつも見てますよ。貴重な車です。大事に乗ってくださいね。だってこちらこそありがとうございます。大事に乗りますね。本当そう私もねもう事故って終わりやと思ってるんです。もうよう直さんなと思うから大事に乗りますね。ありがとうございます。カット屋のカちゃんカちゃんのさんこんばんは。コメントありがとうございます。 トヨではじめましてトヨちゃんはじめましてあの車が好きですセブンが好きですあのよかったら仲良くしてくださいそうフォローありがとうございますわいさん大好きです嬉しい来月半ばに大阪から高知土佐に走るのですがおすすめのところありますよめっちゃありますあのどのルートで土佐まで行くかですよねあの徳島自動車道から高知自動車道でもう全部高速で行くのか 何て言うの国道33号線かであの下道であの海沿いを南下していくのかうーんそれは正直おすすめできないなむっちゃ遠い行ったけどありますありますどのルートで行くか教えてくださいおすすめいっぱいありますよ s r k r a さん FD 前期と後期だったら前期が好きですかいいえ後期が好きですでも 今私は2機あの2型で前期なんですけどあの後期が好きです <laughs> かっこいいと思ってますただ後で知りましたけどあの前期の方が高級感があるなと思いましたパーツとかちょっとしたところに全てあの後期でちょっと簡素化されたというかコストダウンされたみたいでかっこいいんですけど前期の方がパーツの質がすごく良かったりちょっとあの いいいもものが入ってててたりすするんですよねね形は似てても、ね、だからそういった面では前期がいいなと思い,いますけどそうだけどあの正直あの部品がもうないから交換するってなると前期の部品はもうないんですよ交換するってなると後期の部品に交換するっていう形になるんです私のセブンはねだからあの前期のいいところがどん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 ねそぎ落とされて後期になっていってしまうみたいな感じにはなりますね。 うん、ちょっとしたパーツの、ね、質が全然ね前期の方がねいいんです何ていうの後期はプラスチックとか樹脂だったりするけど前期はね金属がちょっと入っててしっかりしてるとか、ね、ちょっとしたことなんですけどなんかうんすごくいいです物がって思いましたそういう感じです 応援してます。えんつくん、ありがとう大好きですありがとうよかったら仲良くしてください。麻婆豆腐ちゃんいらっしゃいバラ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 開園隊からの五十肩からの更年期。そしてお墓かりポリンありがとう !TikTok フォロワーでオフ会やったら絶対楽しいと思ういつかしようコロナ落ち着いたら絶対しようって思っていますよ。もうね、一人でも来たらそれでよし、ご飯食べ行こうって思っています。そう。13B はいいエンジンです。大事にしてねだって。 そうなんですね。うん。大事にしますね。そう。富谷さんと鈴木さん、いつも TikTok 見てます。だって、ありがとうございます。もう本当にね、いつも見てますの人ね、本当に感謝してます。コメントいただいても嬉しいし、t ライブに来ていただいても嬉しいし、もうフォローしてもらえたら本当に嬉しい。よかったら仲良くしてください。あの、車のことはあんま詳しくないですけど、語るのは好きです。なんか、ところどころね、変なとこ知ってたりとかするんですよ。 だから、本当によかったら喋りませんか証券かもだって。ず <laughs> そうなんや。ありがとうございます。仲良くしてください。ぜひ。コインありがとうございました。本当やな。あんみつさん、コメントありがとうございます。こんばんは。DY さん。DY さん、こんばんは。コインあっちもありがとうございます。秀樹さんかな。あそうちゃん。またまた雪降ったのかこちらは昨日強風でホワイトアウト全国ニュース出た。は 白鳥さん、寒そうでした。おー、つらたん、さとしさんもタカ、たかたばこ、ありがとうございます。てっちゃん、待ってた。てっちゃん、今日遅い。てっちゃん、待ってたよ。てっちゃん、今度かったもちょっと焦ったわ。<laughs> ありがとう。彼氏さんいるんですかだって、車が彼氏ですよ。って言っておきますね。俺も、だって、うん。こんばんは、ナレーションやってください。だって、静かにしないとさん。コメントありがとう。ナレーション なんだろうな,うんなんか静かにしないとさんの名前がどういうことなのかわからないって言っときますねなりさんこんばんは髪切ってないよなんか伸びた <laughs> そうボサボサよマーボーちゃんねそうつゥつ、それかだってオイル交換どうしてますかだってたかさんディーラーに持っていっていますよ でオイル交換のついでにちょあちこち一緒に点検していただいてオイルの状態とかの変化とか何かおかしなとこないかなっていうのをあえてね同じとこに毎回持って行ってオイル交換あのディーラーの整備士さんにね同じ人にお世話になっていますよ徳徳徳島島島香香川川佐佐の予定ですす帰りりは高知徳島淡路になまあーめっちゃいいじゃないままちゃまちゃさんさずっと高速かなあのねまず淡路は いいろいろあるな私あの、幸せのパンケーキに行きました。北段だったかな。北段サービス、あ、ちう違う、インターチェンジかな。で、降りたらね、5分で着きますわ。幸せのパンケーキ、淡路島。そこはね、 おすすめです。ただえっ、ー、とね。早朝だったり、夕方行くと道しよになるので、なんかいつものあの映えなの場合ね。あの写真を撮るスポットが海に沈みます。だから、お昼前ぐらいに行くのがベスト。天気が良かったらなお結構っていう感じでおすすめです幸せのパンケーキ、淡路島でえっ、ー、とその海岸沿いがね。もう何しか倍のね。カフェが多いですわ。ただ下道でも言うて、そんな信号も少ないし、道も混んでいませんから、その海岸沿い下道走ってみるのも楽しいと思いますよ。 そうで徳島はね鳴門橋を渡って国道11号線に入るんですで国道11号線下道ね入ったら香川方面にその国道11号線がずっと走ってるんですけどそれをずっと行ってくださいそしたらね香川方面に向かって走る左側にねビンビアっていうね美味しいお魚屋さんっていうかお魚の料亭みたいなめっちゃ有名なところ知ってますかビンビアっていうんです検索してそこはね 美味しい海の幸が何しかもうね何を頼んだらいいか分からんかったらもうおまかせセットかなんかがあるんですよそれ頼んでくださいもうお作りから何か完璧ですわ美味しいで一番美味しいのがびっくりなことにお味噌汁これみんな言うのあのねあそこに行ったらねお味噌汁が美味しいんです絶対飲んでお味噌汁本当に美味しいその美味しい秘密は言ったら分かりますあこういうことか 本当だな、美味しいこのお味噌汁って思いますわ。ビンビやね。そう。香川はどの辺行くうどんはなんかもうそれぞれ好みがあるから調べてね。あとはどこだろうな。ゴールドタワーも登りました。あとは、えー、と万能公園がイルミネーションがすごく綺麗です。その近くにね、めっちゃ美味しいパン屋さん。カレンズっていうパン屋さんがあります。そこは絶対寄りますわ。私はね。そっからどこ行くあ,あ、徳島行ってまった。徳島、徳島はね。 祖谷、ね、のかずら橋に行きましたよ。あのね、香川から下道で高速、あじゃあ下道で高知に抜けるときに通るかな。多分ね。そう、ちょっと、さとしさんの宝箱いただきます。1枚いただきました。佐藤さん、ありがとうございます。そう、そこのかずら橋もいいかな。徳島はね、あとどこだろうな。 徳島はねシャトレーゼじゃなくてねイルローザっていうケーキ屋さんがねあちこちあるんですそこのお菓子はね本当に美味しいって思います高知はねもう定番ですけどあの桂浜桂浜に行くけど私のおすすめはねゆずあんゆずあんで検索高知県めっちゃ変わったレストランありますわそこは何回も行ったことありますゆずあんあの 店長おかしい。不思議な人ですけど、めっちゃレトロなスポーツカーがあったりとか、ちょっと素敵ですよ。私は行きたいですね。そんな感じ。コーチはね、あとはね。 どっちに走るかですけど高知徳島であの室戸岬の先っぽに私は抜けました33号線を橋から橋まで行きましたすっごい時間かかったけどねその海岸沿いをずっと走るあの国道33号線だかな55号線かな忘れたか55号線かなすっごい楽しいですよずっと下道だけどもうそう そこはおすすめです。あの海岸沿いで室戸岬が楽しかったです。やっほーって海向かって下見ました。そうだからなんかあんま力になってないな。ごめん。<laughs> 寝ますか？うん寝てください。東北に行きませんか？だって行かしてもらいました。11月にえっ、ー、と岩手と山形にお邪魔しました。宮城とそうあのあとね青森と秋田と沖縄行ったら私全国制覇なんです。だからまた行かしていただきますね。ありがとう静香さん。 あ、ちょっと眠いで落ちますね。鉛筆くんバイバイ。ありがとう。こんばんは、ライブだ。だって、まるちゃんいつもありがとうございます。13B 乗ったルーチェ欲しかったな。だって、そうなんですね。ロータリー大事に。だって、ユーザーさんありがとうございます。大事にしますね。おやすみなさい。シュさんありがとうございます。わーだって、メディちゃんありがとうございます。トっチいらっしゃい。こんばんは。そう。 ちょっっと待ってコメントがめっちゃ溜まってた水素ロータリー誕生しましたそうなんやマーボーちゃん私水素ロータリーがよくわからんマーボーちゃん言ったらダメな <laughs> ごめんありがとうおたるちゃん初めましていつも拝見していたさせていただいてます嬉しいよかったらフォローしてもらえたら本当に嬉しい今日はね本当に目標18.6が目標なんですよかったら応援してください みはやさんこんばんはありがとうございますちびちゃんも今日もありがとうよし宝箱行為だってしんちゃんどうしたのそうヤフオクで買うものあってそれ終わったら来ようと思ってた2022年2月22日22 22日ホントやなありがとう本当やてっちゃん落とせたそう今日もセブンのり聞きたいですだって今日もセブンのりあのありがとうそうありがとう大事ですね FD はこれからめっちゃ高価になってしまうもんね大事にしてくださいねだってありがとうございますそうですねなんかそれがいいのか悪いのか私にはちょっとよくわからないですけどそう大事にしますねそうユーザーさんほらありがとうございます海ばあちゃんの家の方面そうなんですねあそうかもねてっちゃん1枚いただきましたれいさん数分でしたがちょっと抜けますありがとうございます FD の愛車を大事に扱い元気に過ごしてくださいね ありがとうございます。さりこちらこそ来ていただいて嬉しかったです。またよかったらお付き合いくださいね。まるちゃん、初代コスモスポーツ乗せてもらったことあります。コスモユーザーさん、同じ松田車のりです。よろしくお願いします。車数は違いますが。え、全然嬉しいです。仲良くしてください。あの、あんまり詳しくないですけど、そう。松田、いいと思います。わだって。 ちゃん日本全国旅してるやんうんもう2周目3周目社長はもうもっとじゃないかな野良ね多分ね私沖縄がまだじゃ沖縄青森秋田がまだまだねもう本当はね山形のね銀南とか温泉に行きたいって思ってますまちゃまチゃさんどうぞだって応援お願いしますそうこぶたろちゃんおらいらっしゃいこんばんはともみちゃん元気ちょっと おいけともみちゃん元気って言っとこ工藤さんお疲れ様ゆらしちゃんもいらっしゃい上の歯がソーシャルディスタンスの友じさんはは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 笑っちゃう本当やなソーシャルディスタンスかそういうことが友もちゃん意識高いなって思ったのらねともちゃん意識高いわほんと初見ですこんにちはむねさんこんにちはコメントありがとうございます嬉しいなんかあの ぜひあの仲良くしてください初見さん今日多いなオイル交換は何キロずつしてますかあの距離でやってないですねあんま走らないんであの半年かぐらいに1回にしてます本当走らない距離だと1年に5,000キロも走らないので3,000も走らないですだからあの時期を見てやってますだいたい春秋あの夏になる前と,、えっと冬になる前に交換をしていますよそういう感じです そうベッキーいらっしゃいこんばんはベッキーいつもコメントありがとうございます。ともみちゃんもお疲れ様。そう。せいちゃんもいらっしゃい。吹雪の中路上教習怖かった。すごいな。過酷だな。<laughs> そう。なかなか過酷。風、風色さんミニスカートで運転に合お姉さんかも。とんでもないです。恐れ多いです。ごめんなさい。ありがとうございます。声がボンビーバールのナレーションだってもね、じゃあそうなんですか ボンビーガールってよく言われますけど、私、あんま見てなくて、あんま実は知らないんですよ。そう。ありがとうございます。ミミちゃんいらっしゃい。待ってた。ありがとう。社長もお疲れ様。どうですかその後っていうとこ。ドライバーちゃんもいらっしゃい。こんばんは。皆さんお邪魔しますかだって。社長だって。今日は仙台。 雪中での作業疲れました先輩たち喫煙ルームはお湯の使いすぎで部屋移動シャワー使った同僚3人が水しか出なくて怒ってましたあら事件 <laughs> 辛い土地大丈夫ちょっと風邪ひくなうん銀山温泉だよだってなあそこに行きたいなんか TikTok で見たあそちゃんそこに行ってみたい銀山なんかな銀山なんかなめっちゃ行きたいんです素敵ですね 雪の時に会えて行きたい寒いけどそうなんか風情というかなんか寒い時にあったかい温泉入りたいあったかい部屋でゆっくりしたいですみやもんさんこんばんはコメントありがとうございます元気よあそっかよかったもうともみちゃん元気ならそれでいいわたきさんこんばんはコメントありがとうございます 最近車のウィング買いましたすごいトミーさん宮さんどんなの買ったんですか ?GD ウィングとか言ったか今作ってる車の改造申請しないといけなくてそれに必要な本買いましたへぇてっちゃんてっちゃんがんばり屋さんリアルセブンみたいですだってうん今日はもうやるだからお家の前に泊まっていますけどねそう 意識高い系のソーシャルディスタンスほんとやななかなか真似できんなって思ったけどならねそうお見事ですゆらさんありがとうてっちゃん宝箱いただきますありがとうございます200個みんな分けてください19枚すごいてっちゃんたくさんいただきましたありがとうございますボンビガール私も知らないそうな私もめっちゃ言われるけどなテレビ見てなくてわからないんですよね そう明日は祝日ですが仕事です、たきさん。お疲れさんだ。しんどいですね。今日ちょっと私ゆっくり喋りたい。安弘さんだ休憩時間の10分だけども拝見させてくださいね。もう行っちゃったかなあの、ありがとうございます。セブンのエンジンいっぱい作ってください。みんな安弘さんすごいよ。セブンのね、エキセリント、エキセリンとシャフトかともみちゃん。ともみちゃんエキセリン、エキセントリ エキ,エキセントシャフトエキセントリックシャフトエキ,エキスエクセレントシャフトあどう <laughs> の作ってくるのに携わってらっしゃる方なの。だからね、もうね、いっぱい作れとは言わんけど、ずっと作ってほしいってお願いしてるとこ。そう、安弘さんありがとうございます。よかったら今後ともよろしくお願いします。吸わないチームは何も起きない。本当やな、トーチ。私も吸わない。 明日休みお母さんの誕生日ドライバーちゃんおめでとう DY さんあーティ k t o ティ i k t o k t i k t o クト i k t クトク i k ク o ク t i ク t ク k t i k t o k t i k t o k t おいっぱいありがとう12個ありがとうございますそう KKT の番組ミッドちゃんの番組って言ってる分かったややさんもこんばんは藤ももさんもこんばんは銀山温泉銀山温泉って言うんやんスノーちゃん行ってみたいあんなんか あめっちゃ寒いなって言いながらあの景色に写真撮りたいですあの雪景色素敵寒いの苦手なんですけどねそう冬場はアルファードできてね分かったあそちゃんフォローとつながりたい僕をフォ,ローフォロー中にしてわそうなんですねそうエキセントリックあエキセントリックなんやえ <laughs> すいませんエキセントリックシャフとかそういうことか コインいっぱいありがとうございました。キクリン。エキス、エキセントリック。エッケ、エキセントリックか。エキス、スあ、アちゃんちょっと、やすひろさんすごいよ。エキセン、えエキセントリック私なんて言った私エキセントリックって言ったよな。すごくないエキセントリックって言ったわ。多分。そうすごくないやばいアきちゃん仲良くしよう。やばいわ。いっぱい作ってって言っとこう。二人で。<laughs> あと俺は車庫を下げたら決まるんですけど車庫帳が高くて躊躇してますよだってみやもんさんうん車庫帳高かった私も,もうすごい高かったですわかりますめっちゃわかるそう高いですね水戸アナウンサーの番組うーん水戸アナウンサーの番組が見てないんですよねつながりたい言ってくれてありがとうこうちゃんずっと言ってくれてるなそうありがとう サッカーボーボルありがとうパンダやっってしまったついにそう山形県の赤湯温泉は絶品ですよだって赤湯温泉っていうのがあるんですねちょうど熱上がってきた感じだったからちょうど休憩ちょっと待って社長どういう感じ今なんで社長熱上がってるのえどういう感じなん社長 直樹ちゃんいらっしゃいはいせちゃんはい <laughs> 日本旅行でおすすめの場所知りたいですみみちゃん湯布院だね湯布院にね無双庵だったか無双園か無双園っていうね温泉がありますわそこが好きですね湯布院のねあの温泉街ものすごい好きでなんかね車の博物館もあるんですレトロカーの温泉街の中に奥の方にねもう湯布院最高説 あのなんか盆地のちょっと人だと離れた感じがすごく好きですでフ布院から外輪山抜けて別府に出るんですよ別府の温泉も地獄巡りした後に行くと最高なんです最高フ布院 <laughs> 無双円おすすめです東方さんこんばんはいつもありがとうございますサスペサスペこのごろ変えたんですかサスペサスペンションは夏変えました 夏の、えっ、ー、と、夏に買いました。お盆明けに。シャコちゃん、本当悩んだもんね。だって、だって色でな。色で悩んだだけや。悩んだ、アキちゃんやろ。私のあんま悩んでない。色で選んだから。<laughs> 緑だめ<メ>よ。<laughs> シャハしなしで黄色で我慢するか。ワ,ワンチャン、赤でもいいけど、赤に紫はダメだな、みたいな。ハアキちゃんが芸白ぐらい。そう、悩んでた。 あ、社長陰性やのに熱出たのそう。やばい、なんかコメントが飛んでるんか、ちょっと社長。ほんとに。お母さんもおめでとうございます。だってどっちほんとやな。そう。てっぺいさん、こんばんは。コメントありがとうございます。今日の目標はもうフォロワーさんいっぱい欲しいんです。今日絶対欲しいの。目標。あの応援してください。ぜひ。って言っときますね。そう。ユーザーさん、こんばんは。大雪常雪。 今、除雪終わりました。シャコタンは無理だわ。除雪者になるな。セブンも無理です。百ちゃんか。百太郎さんいらっしゃい。私も無理。セブンももう全然無理です。除雪者になりますわ。サッカーボール、パンダ、<laughs> ごめん。間違った。あー、まさきさんか。パンダやってもた。サッカーボールやったわ。<laughs> ごめん。湯布院気になってたので必ず行きます。うん。 ユフイン好きです。いろんなとこ行きましたけど、ユフイン好きだな。ユフインって言ったら大分県だってならね。うん。あのね、外輪山抜けるあのドライブウェイもものすごい好きな。あと、遊園地の名前忘れたけど、まだあるんかな。あそこに遊園地があるんですよね。山の中に急に。そこもすごく好きです。4分の3に絆7ナナナというサンローターの FD 納車します。ロータリー同士よろしくです。 ありがとう、だいちゃんさん、そうなんですね。え仲良くしてください。ぜひあのいろいろ教えてください。よかったら仲良くしてください。ぜひって言っときますね。そう。六百馬力のスープラと九百三十馬力のスープラどっち見てみたいですか？ あのなあ、東宝さん、私さ、スープラのどっちが見たいかは、馬力で選ばないですね。見た目。<laughs> 外見ですね。あの、9、丸、スープラの真っ黒で、むっちゃかっこよくカスタムしてやるやつがあるんです。あれが乗りたいです。<laughs> 馬力はどっちでもいい。600だろうが、あの、930だろうが、どっちでもいいけど、見た目が大事です。<laughs> 見た目と色。そういう感じです。ごめんなさい。 でも気に入った車高調じゃろうやってあのな真っ黒と思ったら赤がきたんマジでラッキーだったよな秋ちたん <laughs> そう気に入りましたありがとうございますミヤモンさんマフラーフルストレートでフルスモークで歯みたいでアリー,ーナモルターレのフグ入れたらあとは車高を下げるだと思わないわからん全然そうなんですねうん ほぐ入れるっていいな。私、ほぐないよ。そう、はみ体はせんな、私は。けど、そうだね。はみ体するから車高下げるんだね。わかった。そう、にゃんこの日だな。本当とやな,な、な、きちゃん。にゃんにゃんだな。いうふいいっすね。家から30分。ちょっと待って、ベッキー、どこに住んでるんめっちゃ羨ましいじゃない私、大好きですよ、大分。本当に。なんかよく行きました。あの、ベップも好きなんですよね。あとね、 お猿さんんがおるじゃんね、あの辺どっか,に確かね別府はそれもそこも行ったなんか猿にピャーってやられてわーってなったけど好きですでそっからフェリーによく乗りました別府港からそう四国に抜けたりしてました車で車ごと乗ってフェリーに3時間ぐらいで着くんですけどそのフェリーの中で食べるカップラーメンがむっちゃうまいんですよそこまで聞いてないってありがとう 昨日から三十七から三十九度の熱が上がり下がりしてる。社長、どうしたの。今どこ、社長、お家。か。お、今、うん、今、社長、どこにおるの。会社。か。うお家じゃない。社長、しんどいななんで、そんななったじゃ。か、普通に。なんか、シンプルに風邪かな。って思った。社長。うん。 でも、39度は高いなって思ったまさちゃんこんばんはおかえり完全はまりましたうんこれからも応援させていただきますフォローさせていただきましたやったー静香さんありがとうございます嬉しい仲良くしてくださいやったーあーこの前のりちゃん誕生日おめでとうございましたなるねありがとう87歳になりましたあらナインあの アラ,アラ、あらあらセブンぐらいはね、ちょっとしんどいよ。肩の周りが悪いわ。アラ、あらエイトぐらいからもね、軽くなってきてね、アラナインになってくるとね、うね痛みはない、何も。親の苦しみは半分失うんです。半分体、おけに足突っ込んでるからな。そういう感じ。アラナインになりました。